意外となんかさ、炭酸きつくない？炭酸きつくないさ。さあ行きましょう。 A バンダイでは準決勝第1試合、勝てば決勝進出。トルストエディ、ジュンミリア、フィーノベノムチームと FAB プソマキン、サミットチップ、カズキディチーム。先方はサミットチップ、対するはジュンミリア。あ、 B バンダイ終わった。あ、勝ち。おお。じゃあテレサチームと、テレサチームと、トコイノさんとこ、敗者復活決勝、勝てば決勝進出です。やってください。テレサじゃんけんしといて。お疲れ様です。さあ準決勝第1試合の先鋒戦がもう始まっておりました。サミットシップ対するはジュンミリア。いやーっていうか、本当おしげさんのミリアが超強かったですからね。あれを見たミリア使いの方はかなり面白い、上がるんじゃないでしょうか。投げてる、ノーリスク。そしてサミットさんはなんかルーさんの日記をチラッと見たんですけど、とんでもないことになってましたね。あれは一体あれは一体深く突っ込んじゃいけないところなんでしょうか。マイマイやってる、やばいっすよいや、つぶさんが割とまんざらでもない感じなのが怖かったですね、見ていて。さあ画面端ジャネスからしっかりリアルコンボを決めて、ゲット。あーやばい、刺さって効果バースト。この言動が非常に強い。足払い、助け。この足元が薄いような結構ミリア辛そうなんですね、こうやって見てると。さあ金バーサ吸われていった。これが S ランクさあ隣の台では全にドラインこと阿部さんすげえすげえ、阿部さん、あやばいやばいやばい。画面端に向かって誰もいないところに向かって昇竜拳飛んでった。さあ行きましょう。アークレボの本戦第1回戦の相手となっております。サミットチップ対するはトルソエディ。さあジャンディ、ジャンエス、ジャンハイ、ベータブレードまでジャン K で蹴っ飛ばして、ジャンプD当たらず、ちょっとねエディは落としづらい。立ち合いでポジション削って無理やり裏に回ってからの置き詰め、ジャンプアイスラ裏、そしてもう一度裏からアルファ、テイクアルファからの投げか、刻んで刻んで画面端。さあここでマイケが通って1本、選手はサミットシップ。開幕分身を切ってしまう。さあ空中投げ、もう一度捉えて、なんとかしてね捉えていきたい。ゲージが溜まって、さあバイス召喚、エースアルファを取れる。マネクは当たらず、ここは分身を逆に本体で守った形。エースサイから覚醒、キングスヒット、カウンターから繋いでいきたかったんですけど、ここは難しい。うまいが金 S で潰している。投げている、カイスラドリルから画面端、カイスラドリルもう一度、そして上に逃げて三角飛び、一気に逃げる。中央逃げたいが裏、そして金 S 足払いから置き攻め、表フォールドで距離を離して空中投げ失敗。そして一戦に当たらず、もう一度投げ捨てる、伸びるは間に合わず、 NS に対して林手裏剣からジャンディ置き攻め、空中ダッシュガードしてる、ダッシュ投げガンマ、コパンでしっかり決めて勝ったのはサミットチップ、強すぎる。さて出てくるのはフィーノベノム、四天王です、四天王
ストラグルヒット、エンエス、ニエス、弾作ってジャンプ系、おっとかなりね突き抜けてきましたね。 FB ストライクでダウン奪って、 K はじき、ジャンエス戻って、キンエスからキャンセル投げ、2ハイスラ、キンエス、前 K から前ハイスラ、デュービス、ライク、画面端 FB ストライクで暴れを通して、キンエス、デュービスから当たらない、ここでかと思ったら裏出し歓声がついている。上海から足払い、寿司、画面星、大きい攻め、三角足払いからの拾い直し、もう一度、あらマジっすか、すごいね、これが S ランクなんという格差社会、画面星、金エス、金エス、金エス固めて、円安の詰めが終わりと問題ない、ストラグル、ハイストラ出した、ストラグルじゃない、合ってるわ、ダメージ、青キャンが出ず、おー、なんかよくわかんないけど、とりあえずかっこいい、ジャイアンス当たらない、しよう、裏、しっかりワードしてる、しっかりスティンガーから、金ストラグル、ニケ、マーカス、足払い、デュービス、ライキが一つ残っている、戻してコンボに組み込むか、いや関係ない、おーかっけー、なるほどね、スライドダウンに弾いて当てる、かっこいい、上海最初ラウンド、球を弾く、球を打って弾、追い詰めていきたいが機動力が非常に高い、林受験三角飛びで一気にねチップのターンになっております。画面端ガンマからユリフレーム取りつつ前に出る、勝利券、そして青キャンフォローは完璧、おっとお互いにマイピーデュービス当たらないが、これ美味しい、ファースト使ってジャンプ系三角飛びにヒット、カウンター判定、キンエスヒット、前系当たらず、ファインドミー、ファインドミー、見えません、見えません、何が起こってるかわからない、しっかり、お、当たって、球が3つ、TG、なかなか捉えることができない、フェノム、うわー、抜けてきた、ここファースト、使わないと死んじゃう、ジャンディ総裁、投げたのは、チップ、ガンマで削って、3盾達成、決勝進出です。